高間ヶ原の国譲り。第5回。漫才事件。形状から東京に渡っていく負の感情。大正7年、1918年12月5日。深夜の放火とみられる火災。校舎が焼き落ち、炎に包まれた。法案所前で。 鈴木校長が殉職した、京城元町尋常高等小学校は、京城、現在のソウルの近代化の前線基地、龍山にありました。日本人街といっても、木造平屋の住宅が並び、鉄道施設には、機関車の燃料となる石炭が、山のように、のずみになっていました。そのため、人一倍、 火の毛に注意を払っている地区だったのです。また、ここには、併合前から、日本軍の基地があり、夜間の警戒も行われていました。そのような中で、不審な火災が起こり、死者が出たのです。愚痴にこそ出せませんでしたが、ご新鋭、大正天皇陛下の肖像を収めた、法案上を狙ったかのような火災と、 護神経救出に奮闘して亡くなった鈴木校長の死は、流山の住民だけではなく、形状一帯の日本人の心にも、不吉の予感を与えるものでした。明治40年1907年10月、亡き伊藤博文の計らいで、韓国を訪問され、待合室を寄品室としてお使いになられた。 南大門停車場は火災現場から3キロも離れていない場所にあったのです。その不安はすぐに現実のものとなりました。鈴木校長の死からわずか3ヶ月後の大正8年1919年3月1日、市街で 漫才事件が起こったのです。朝鮮の独立思想及び運動。朝鮮総督府諸務部調査課が、大正13年に当時の状況を分析、まとめた報告書になります。独立宣言書に署名した33名。首謀者の天頭教聖師、孫平記を含む天頭教徒15名。 キリスト教徒16名、仏教徒2名という、当時の知識階級が起こした騒動を、背景から当日の行動まで、首謀者逮捕から、さらに朝鮮半島全域に広がった騒動の実態を記録、分析しています。独立させようとしていたところで、独立運動を起こされた日本にとっては、この騒動をきっかけに、 反日勢力を朝鮮半島外に追い払えた形になりました。しかし、この騒動で浮き彫りになった最大の問題は、併合から約10年、内地人と朝鮮人が、依然として一体になっていない。きっかけがあれば、不幸の連鎖反応が起こることでした。始まりは、噂話でした。 3月3日は、古李太を殿下の葬儀が、挙行されることになっていたので、地方から京城に、続々、臨時列車で送り込まれ、1日までには、約20万人からの群衆が、京城の街路に充満し、いずれの旅館も、これらの旅行客で満ち溢れ、各コにも、新聞演者でいっぱいになっていた。そこに、 どこからともなく、流言が現れた。それは、1日には、何か大事件が勃発するだろうというものであった。各学校の生徒は、数人の有力な生徒から、1日の午後0時、パゴタ公園で、非常に面白いことがある。我々同胞が、ぜひ参加しなければならないことがある。もし、 これに参加しなければ、その者たちは、非国民の素知りを免れない。だから、諸君は、正午から休校して、パゴタ公園に参集しなければならないと、解説の上で参加を求められていた。1日の夜が明ける夜、京路から西大門にかけて、劇文が散布され、各所に貼り付けられた。 この劇文の中身は一部の朝鮮人がパリ講和会議で日本統治の圧政を訴えようとしている。それを知った日本政府が対抗するために併合当時の韓国の政治家に日本の併合に喜んでいるという声明書を作らせたというものでした。そして李体をうでにも署名をお願いしたところ断られたために 殿下は毒殺された。これに朝鮮人として怒らなくてよいのか、パゴタ公園に集まれという、すべてが作り物の嘘でした。実際には、この漫才事件の首謀者たちの方が、旧韓国時代の複数の政治家の協力を仰ぎ、断られていました。すでに、韓国皇太子の皇族の姫君との婚約と合わせて、 皇帝の龍の形は形状に示されていたのです。朝鮮の伝説や風水に配慮した証は、特定の位置から形状市内を見下ろせば確認ができました。自国の文化や伝承に対しての深い理解と、伊藤博文の言葉を知っているものならば、協力するはずなどなかったのです。 漫才事件が起きた大正時代の形状地図になります。オレンジ色が正路通り、黄色が本町の通りになります。朝鮮総督府は南大門から近い南山と呼ばれる山寄りに建っていました。正路一帯は朝鮮人の商店が並び、金属製の食器や キムチを漬ける壺などが売られ、日頃から朝鮮人の買い物客で賑わう場所でした。一方の本町は、内地人の経営する店が並び、小路よりも高い価格の内地製の商品が多く売られていました。そのため、こちらは日本本土から移住したり、仕事で滞在している 内地人の買い物客で賑わっていました。1日早朝、そのうちの小路通りから聖大門までに劇文が貼られたのです。この劇文を警官が見つけ、配布者と出所を発見して、聖大門付近のキリスト教系私立学校、 キリスト教中央青年会館に踏み込んだのが午前10時からでした。その間にも群衆はパゴタ公園に集まり続け、公園が人で溢れた正午。独立宣言書が読まれ、万歳の声が上がったのです。そして、劇文や周囲の人間に誘われ、物見遺産で参加していた。 三十万とも四十万とも言われる群衆が万歳の声に次第に興奮し出したのです。その状態で先導者が導いたのか、群衆は三つのグループに分かれると、それぞれ特需級、アメリカ領事館、南山の総督府方面へと移動を始めたのです。最も人数の多い集団が、 総督府方面へ、朝鮮銀行のそばを通って、本町に入ろうとしました。ここで、朝鮮総督府より、治安維持のための出撃が要請され、龍座により、3個中隊600名程度が出動しました。群衆が本町に入ろうとすると、警官と、軍警察の憲兵がこれを制し、 しかし、興奮状態の群衆は、そのまま警戒網を突破しました。警察と憲兵隊は夕暮れ近くなったため、本町で決着をつけるべく、群衆を通りに誘い込むと、両脇から挟み込み、一斉検挙に乗り出しました。この時、群衆の中で、警官や憲兵隊が、 夜の更けるのを待って、自分たちを殺そうとしていると、叫ぶ者が現れました。このことで、興奮状態から冷めた群衆が、恐怖感に捉えられると、警戒網を突破しようとしたり、他に逃げ道を探そうと、南山方面に走り出す事態になりました。南山方面は、総督府があり、 これを襲うとしていると判断した警官と憲兵が慌ててこの集団を追いかけ修羅場となったのです。さらに本町に南山山和町方面から騒動を聞きつけ様子を見に来ていた内地人に逃走を図った朝鮮人がぶつかったり内地人の店に乱入しようとして 店員ともみ合うなど、そこかしこで、乱闘が起きました。この後も、リタイオウデの国葬が終わった、5日からは、朝鮮人の反日、独立運動家に脅された、小路一帯の朝鮮人商店が一斉閉店するなど、騒動は続きました。路面電車のガラスが、透石で割られたり、 多数の朝鮮人に取り囲まれ暴行を受けるなど、圧倒的に人数の少ない内地人側の被害が大きくなっていきました。そのため、有志が混合や核材などを手に、周囲を巡回する自警団が組織されたのです。すでに独立運動ではなくなっていました。感情的な民族対立になっていたのです。 これらの騒動が、形状ですら、鎮静化するのに、3月末までかかりました。その間に、騒動は、地方に飛び火して、各地で、役場が襲われ、管理が重傷を負ったり、家や、感謝に向かっての投石などの嫌がらせで、神経衰弱になる人も、続出しました。元町小学校から、パゴタ公園一帯を含む、 直径、わずか5キロで収まる範囲で起きた、万歳事件。そこから生まれた、自由運動。圧倒的な人口差の朝鮮半島で、朝鮮人に襲われた日本人。その恐怖感は、内地へと戻った日本人によって、見上げ話のようにされていきました。朝鮮人は、油断をすると襲ってくる。 朝鮮人が集団でいたら気をつけろ。朝鮮人が法案所に火を放ったらしい。朝鮮人が井戸に毒を入れたそうだと、真偽不確かな噂も交え、静かに本土の日本人の心の底に出稼ぎや留学で増え出していた朝鮮人への警戒感が生まれていくこととなりました。 4年後の大正12年9月1日、形状を揺さぶった問題は、東京を含む関東圏を襲った関東大震災の際、講師を変えて起こるのでした。本日はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。